間接的に日本との比較をできる機会、チュニジア戦に韓国さん大注目。森保一監督率いる日本代表は10月17日、神戸でチュニジア代表と対戦する。チュニジアと同13日に対戦して4対0と快勝した韓国のメディアは、韓国と日本を間接的に比較できる機会と注目している。日本の次の相手はチュニジアだ。韓国遠征で0対4と大敗したチュニジアは、日本遠征でプライド回復に臨むが、容易ではなさそうだ。また、韓国と日本を間接的に比較できる機会でもある、と言及。その上で、事前のチュニジア戦に注目している。何を目的に比較したいのか。たまたま圧勝したと思ったら大きく出てきたな。日本が4点差未満の勝利なら韓国の方が強いという、お得意の間接的比較法。時差ボケで苦しんでいた選手たちから大量点を取って喜んでいる国と間接的に比較することなど無意味なことを理解できない隣国メディア。これで日本が負けたら韓国は日本に勝ったってことになり、やはり韓国が上だって大騒ぎするんだろうな。たまたま大勝ちしたからチュニジアをリトマス試験紙として見たいから日本に負けてほしいやろうな。じゃあ日本が仮にも負けたら、韓国代表は欧州の強豪と同レベルになれるんかな。おめでたいな。たまたま大量得点できた時だけ比較しようとかで、4点差以内なら韓国が上とか言い出すんやろ。間接的な比較ならエルサルバドル、ペルー戦でできてなかったっけ。この前に2試合もいい比較あったやろ。日本エルサルバドル 6-0、 韓国エルサルバドル 0-0 ドロー、日本ペルー 4-1、 韓国ペルー 1-2 で負け、都合いい時ばかり出てこなくていいわ。日本が負ければ大喜び、日本が勝てば日本とチュニジアに難癖。どちらにしても気分を害するだけ。本当に比較したいなら韓国はドイツに行ってドイツと完全アウェーで戦うといいよ。いろんな選手や戦術を試す場です。もちろん勝つために戦うけど、それ以上に失敗から学べることも多い。それができるのが親善試合、ここで比較するのは無意味だよ。今日の試合はワールドカップ予選に向けた強化の一環としてのテストマッチです。邪魔になりますので、あまり関わらないでください。日本を物差しに使わないでほしい。当チャンネルは小ネタやネット反応集の他にもゆっくり解説動画でサッカー解説もやってます。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになります。ゆっくりしていってね。